全てはカンウを釣り出すためだった。慶州三国鼎立の世において最も重要な地、その地に英傑関羽がいることは魏呉にとって脅威だった。故に曹操は隙を見せ蜀の攻勢を促したのである。曹操の読み通り、関羽は北上し魏の繁盛に攻め込んだ。そう、全ては関羽を討つためだった。そのために漢中を犠牲にし花公園を失った。だが曹操は悔いてはいなかった。それは彼が選んだ時代へと覇業を継ぐための最大限の責務。残り少ない命を賭してなすべきもの。曹操は芝居らに呉と連携し関羽を討つよう命じる。故郷を失った悲しみも自らの病の素振りも見せず悠然と。ああ、覇道とはかくも険しき道なのか。気づかぬと思ったが、呉の動きを待つなど悠長なことは言ってられまい。関羽を倒せば天下は近くなるが、道半ばよ。せめて死ぬ前に天下の片鱗だけでも見せてやれ。毛徳、終わりにしてやれ。間に合ったようだな、加工と。五軍はまだ現れていないようだが。それが関羽を撃つ。この位置など頼る必要はない。その前に城陽の女城を救わねばならん。城陽はこの戦の生命線。落ちれば敗北だ。Thank you.
したな。次は繁盛。その陣に加勢し、関羽の勢いを止める。この音。敵が上位を攻めていたのは陽動であったか。強襲部隊が丹城内城に侵入。中央門も破られました。関羽、一気に勝負を決めるつもりか。急ぎその陣を援護するのだ。決してやる。父上のために義の申し合わ。決してやる。というわけにはいかない。拙者は全軍を指揮する立場。ここでお前にやられるわけにはいかない。決してやる。俺に対戦だ。まずまずの戦ぶりだな。我が軍の者にもいい刺激となる。武器様率いる軍勢の被害は甚大。東光様と東長様の軍団は壊滅した模様。伝令、五軍が長江流域より進攻を開始。徐光様の援軍も来着しております。うん、これで戦は終わったようなものだ。関羽も北上を断念せざるを得まい。俺の戦は終わっておらん。関羽がまだ生きている。